前編をお持ちの方は53ページ下の方に第3問とございます。私がお答えしますので皆さんの目でおいて、我今幸いに誠の実りを聞いて限りなき命を賜り、如来の大悲に抱かれて安らかに日々を送る、慎んで深き恵みを喜び、尊き御教えをいただき、アマンマンスアマンマンスアマンマンス。皆様ようこそお前でございます。ご案内させていただきましたように、本日は親鸞聖人様のお誕生をお祝いいたします。坊誕へのご縁となります。ちょっと風も強くて雨も降りましたからね、つらいならんかなと思っておりましたけど、なんとかかかってまいりました。よかったです。今日はこうしてお参りいただきましたけど、椅子がですね、50ぐらいしかないんですよ。で、申し訳ないんですけど、畳の上の方もおられますけど、ご勘弁してください。お金がないもんで買えます。すいませんね。しばらくね、ご辛抱ください。ご案内のように、親鸞様の誕生をお祝いするという坊誕への行事はですね、そんなに歴史はないわけであります。法恩こそはこのよくお参りですね、法恩こそ親鸞聖人様のご命日になりますけれど、1月16日親鸞様の33回忌の時から毎年親鸞様のご法事法恩こそ様をお務めでございます。しかしながらお誕生をお祝いするという習慣がね、日本にはなかったんですよね。キリスト教ね、入ってきたらイエス・キリストさんの誕生、ね、クリスマスがあります。そういうこともありまして、教団としては、西本願寺としては明治になってから、ね、明治6年でしたかね、太陽暦に変わりましたね、太陰暦が。それをきっかけにですね、やはりこれからも親鸞様のお誕生祝いをね、ぜひ教団を挙げてお勤めをしたいということでありますから、まだ150年歴史がないわけですね。そういうご縁でございますけれど、こうして光臨寺では毎年ご誕へのお祝いをさせていただくことであります。ここ2、3年たくさんまたお参りをいただいておりますことも大変ありがたく思っております。もう限られた時間の中でありまして、今日はまたこの後年に1回の祝賀の集い、坊誕への祝賀会が12時前から行させていただきたいと思っておりますので、ご法話の方はサクサクと進めさせていただき、プリントを見てください。そのプリントに基づきながら、少しの間でございますけど、親鸞様のお徳をお讃えさせていただき、お誕生のお祝いのご縁とさせていただきたいと。今日のこのプリントにですね、ご縁をいただきましたのは、一番のきっかけはですね、今仏教総年会の方で歎異抄の勉強をしております。ちょうど今第6条のところに、親鸞が弟子一人も持たず僧道ということを親鸞様がご生前よく言われております。弟子を一人も持っていない、どういうことだろうかな、ね、たくさんのご門弟を抱えておりながら、私はお弟子さんは一人もいませんよ。そこに親鸞様のですね、お徳があるわけですね。如来様からいただいた、私たちはご門徒である、お念仏ですからね、我が弟子というものはありません。みんな如来様の弟子でありますよ、真の仏弟子でありますよ、というところは親鸞様のありがたい。今そこをちょうど仏教総年会で学ばせていただいて、そのことが一つですね。それからプリントの左上の方、そうだねって書いてますね。そうだね、いきなりね、そうだねって書いてますね。これはね、今年の3月24日、南日本新聞記者の目というところです。
ありまして、読まさせていただいて、ああそうだなと、そうだねと。で今日はそういうことがあってですね、ここにまずきっかけとしてね、ピョンチャン冬季五輪カーリング女子で銅メダルに輝いた LS ですね、北見メンバーが、そうだね、相打ちを打つ様子は清々しい印象を与えた。仲間の意見に同意を繰り返したことがチームを良い雰囲気にしたのかもしれない。町づくりでも同じことが言えると思う。一木伏木の市で地域活性化に奮闘する市職員は、地域住民らが話し合う場面で断るごとに相手を否定しないで柔らかい発言を心がけてとルールを設け、繰り返し呼びかけている。否定されると活発な意見が出にくくなるからだという。県内各地で地域づくりに関わる方も柔らかい発言を進める。できるわけがないをちょっと難しいかもしれませんけれどどうと変換する。たとえ意見が違っていても、まずお互いに認め合うことが物事の前進につながるという。同意することが建設的な空気を生むという考え方はあらゆる場面で通用するはずだ。鹿児島ではそだねの代わりにじゃどねじゃらいねいう言葉が飛び交えばいいということですね。なるほどなと思いましたね。ついつい私たち自分が俺がという顔を出してね、思いをかけ時計させようというのが良くないですね。時計が聖徳太子も和を持ってパッとします、ね、和というのは和むということで、お互いを認め合うという、そこからしか物事が進んできません。地域のこともそうですね、家庭においてもお寺においてもですね、組織というのは皆つだねなんですね。そうだね、いろいろありますけれど、お互い認め合って一歩ずつ歩んでいきましょうね。共にこれ至らない文部人間同士ですからね、少しずつ前進していきましょう。できることから始めさせていただきましょう。そういうことで、仏教の言葉の中にもですね、和言愛語という有名な言葉があるんですね。これは優しく言えば、優しさを顔にも言葉にも、別院のカレンダー、心の灯火の中にも去年ありましたね。和言愛語ということは、優しさを顔にも言葉にも。きつい顔しとったら面白くないですね。話はできません。今、下古丼の公民館の前に、もう数年前からですけど、求められたということで、標語がかかっています。和言愛語三段。こういう言葉が、公民館の方、館長さんにお聞きしたんですね。いい言葉だから、求めて今立てております、ね。仏教の言葉ですね、みんな。和言愛語三段褒めるということですね。いいところを三段させていただく。そうすると、そのお得として、私もそのようにありたいものだという心が生ずるんですね。あの方はすごいな、偉いな。素晴らしいところを見ると、私も真似でもしてみようかな。これが三段のところですね。和言愛語さん。仏教の教え、ちょっと難しい言葉が並んでおりますけれど、真悔の三合というのがあります。一番根っこにあるのは何ですか？一番下にある心ですね。心にあるから体に口に出るわけですね。心にもありませんとか言いますけどね。嘘っと怪しいですね。あるから出るんですね。思い内にあれば色外に、ね。思いがあるからそれが出る。だから私たちは心のありようというのを大切に、仏教でも浄土真宗でも問答をさせていただく。一番の中心がそれが、言葉になるし、また体の行いにもみんなつながっているわけですね。一番冷たく悲しい言葉は何ですか？私はですね、私は関係ありません。冷たいですね。もうシャットアウトですからね。私は知りません、関係ありません。
そう言われてしまうと、もう断絶、拒絶、そして関係性の人、こういう言葉は使わないの。関係ないことはね、みんなつながってる。みんなご縁ご縁ですね。それを私たち忘れないようにさせて。そして、そういう言葉の大切さ、言葉には当然心があるわけですから、心の趣が言葉に出るわけですね。そして今直接お言葉を通してその方に触れることができます。私が今そこに挙げさせていただいたのは印象に残っておりますお言葉です。ありがたい、いい言葉だなと思う言葉は、一つは、もうご往生されましたけれど、来年私お世話になりました賀茂町ですね、福王寺のご住職さんになりました福島法隆先生、鹿児島刑務所の教会長会長、この方にだいぶ私お世話になったんで、福島法隆先生のもう口